はい、皆さん、おはようございます。というか、こんにちは。というか、あじゃで生きてる。はい、えー、マニラのですね、ピンクのマニラのケイちゃんです。ということで、えー、本日ですね、日曜日、えー、日曜日のね、えー、今現在は日曜日の朝にね、この動画を撮っている次第なんですけども、えー、いつものごとくですね、土曜日も日曜日もですね、 えなんか年齢のせいもあるかもしれませんけど、早く起きちゃうんですね。早く眠くなって早く起きちゃうんですね。<laughs> 私はだいたいですね、まあ大体その、どこの国にいても、その現地時間のですね、そうですね、5時ぐらいになるとですね、なんか目が覚えちゃうんですねえ。なので毎朝ね、ちょっとね、4時半とか5時ぐらいに起きてですね、で、はい、今日はどんなにニュースがあるかな、みたいな感じでググってですね、で、 え、大概ね、えー、仕事を始めるとかね、そんな感じなんですけども、えー、皆さんはね、えー、日曜日になりました。どのようにお過ごしでしょうか、えー、ぜひね、楽しい日曜日をね、えー、お過ごしいただければなと思いますが、はい、今回の話題。今回ピンクのケイちゃんの話題なんですけども、いやね、いろいろね、あのー、いつものごとく経験問題だとか、まあ、う遺症の話題に関してですね、まあ、いろんなことをちょっとね、読み漁ってたんですけども、その中でね、ちょっとね、5年ぐらい前の記事なんですけどね、 で、まぁ、あ、ちょっとね、あのー、まあサムネイルにもね、ちょっとね、写真等を貼っときましたけども、今回はですね、えー、黒田さや子さん、ねさあやさんのですね、お話なんですね。で、えー、なんでさやさんのお話を出すかというと、まああのー、皆さんご存知の通りですね、黒田よしきさんとご結婚されて、今現在は、まあ非常にね、 えー、幸せなごせ、まあ、生活をね一般国民としての生活をお過ごしになっているんじゃないかなというふうに思いますけども、えー、それに対してですねあの例のニューヨークのトンズラ夫妻ですねなぜなぜですね海外の拠点とかねそういったようなことにこだわるのかっていうようなことをねまあ比較すること自体もどうかだなという気はしますけどもあのちょっとね えー、まあ、さっき申し上げましたように、5年ぐらい前のね、これね、えー、週刊ポスト。週刊ポストのですね、2017年6月9日、折しも、えー、婚約の内定が、えー、まあねあ、まあ、明らかになったですね、その前後ぐらいのお話なんですね。えー、でね、その週刊ポストの記事のタイトルは、 元皇族の黒田さ子さん、えー、最近はスーパーでお弁当の長時間吟味もみたいな形でですね、えー、まあさやさんが実際に、えー、まあ当然ですね、えー、ご結婚をされて、えー、一般国民として効果をされて、で、えー、そのね、本当にね、一般の国民のね、庶民の方と交わってですね、 えーまあ、生活な、まあ幸,まあ、幸せなですね生活をお過ごしになってるんじゃないかっていうようなことがつぶ、えー、さにですね描写されてるようなこの記事なんですね。で、えー、まあねちょっとねさや、えー、子さんの実際の経歴というかねそれも紹介もありますのでそれもちょっと読み上げますけどさや、えー、さんはね学習院大学を卒業後 山品鳥類研究所の研究員として13年間勤務。2005年に東京都庁にご勤務される黒田良樹さんと結婚をされましたと。黒田さんはこの4月、だから2017年ですね。17年の4月の人事異動で建設局公園緑地部利用促進担当課長となられましたと。仕事内容は都立公園の多面的な活用法を検討する部署です。 例えば飲食店の誘致などがそうです。というようなことらしいんですね。まあ、で、あの、皆さんもよくご存知かなと思いますけども、まあ、黒田良樹さんというと非常にですね、もともとはね、まあ、銀行マンであられたのを、まあ、そういったようなね、地域に、まあ、 えー、まあ、密着したようなね、そういったような、まあ、仕事をしたいというようなことで、えー、都庁に転職をされまして、今現在、2022年現在は、確か、えー、もう部長好きのね、お仕事をされておりますよね。もう部長になったのかなすいません、ちょっと調べてあいんで、確か部長好きぐらいのね、えー、今、ポジションでお仕事をされておりますよね。えー、なので、非常にね、まあ、どこぞのニューヨークに、えー ね、本当に弁護士になりたいのかどうかよくわかりませんけども、ああい,いうような人に比べてですね、非常に実直な、本当にね、あのね、もう、なんていうのかな、あの、町に根をですね、ピタッとですね、え貼り付けてですね、で、もうほん、そういったような中で、えー、まあ、あの、今まで、 ずっとですね、生きてこられた方。で、なおかつですね、実直な生活をされている方。それが黒田よしきさん。黒田よしきさんに対するですね、皆さんね、悪い評判で聞いたことあります私、全然ないですね。ほとんどないよね。<laughs> まあ、それだけにやっぱり非常にまあね、あの、お人柄というかですね、まあ、実際のお顔を拝見してもですね、非常にまあ、あの、まあ、真面目なね、方かなというようなことが想像できるようなね、方ですよね。 なので、そういう方と、えーまあ、結婚された、まあ、さやさん、黒田さや子さんということで、そういったようなね、生活が実際にね、つるさんに書かれております、えー。でですね、私がとにかくね、今回のこの記事の中で目を引いたのはね、皆さんに紹介したいなと思ったのが、ちょっとそこを読みますね。 さヤこさんは近所にある高級,高級スーパーじゃなくてですね歩いて10分ほどの庶民派のスーパーでよくお見かけします。もうここの時点で違うよね。もうあの今ちょっとね一文読んだだけでもそのニューヨークのねなんだか知らないあの60万のね家賃住んでてね全てそのね、えー、送料時間のねおきの人が例えば料理してくれるとか洗濯してくれるとかね全然違いますよね。 もう完全にその地域に密着した形で一般の本当の国民として生活されてて、まあ、幸せな生活を送ってるって感じですよね。まあ、こうじゃなきゃおかしいよねって感じですよね。だって一般国民に効果されてるわけだからね。 で、えー、5年ほど前には、えー、黒田さんのお母様も近くのマンションに引っ越してきて、サ、え、ヤ、ー、子さんが頻繁に出入りをしてお世話をしていると聞きましたと。先日は夫妻とお母様の3人で、そのスーパーのお惣菜コーナーでお弁当を10分以上も吟味されていました。いや、なんかね、ほのぼのしてていいじゃないですか。こういうのね。私こういうの好きなんですよね。<laughs> あの、<laughs> ねなんとなく本当に非常にほのぼのしてますよね。あの本当に普通の、その、 えまあね、一般国民の方とね、同じような、えー、まあ生活をされて、えー、何々その、ね、庶民派のスーパーのお惣菜コーナーでね、えー、なんか吟味されてたね、えー、なんか普通の本当にそこら辺のね、あの普通にあるような一般国民の,あのなんか、ね、描,写で描写と全く同じですよね。これじゃなきゃおかしいんですよね、というふうに思いますがね。 で、えー、引っ越してきた当初は黒いスーツ姿の SP が、やっぱりね、結婚した当時は張り付いておりましたが、ここ数年はあまり見かけなくなりました。先日家の近所で、えぇ、ー、さやこさんとね、ぶつかりそうになりました。という、これはね、一般の国民の方みたいですけど、えー、ぶつかりそうになったんだけども、以前なら SP の方が出てきたのに、その時は誰も来ないで、 えー、まあ、サヤさん、自らですね、ごめんなさいとおっしゃっておりました。いや、まさしく一般の国民の風景ですよね。<laughs> ちょっとね、どんとね、あ、難しい、あ、ごめんなさいっていうようなことに対してね、いや、大丈夫ですよみたいなね。そんな感じでしょ。 普通のあのー、一般の国民の方がスーパーのね庶民的なスーパーに行ってそこでねいろいろお買い物しながらちょっとぶつかっちゃいましたごめんなさいってそういうだけの話なんだけどそれだけの話なんだけどそれが一般国民の普通の生活ですよねで結婚から12年まあこれ当時ね当時12年が経過した今サエ、えー、子さんは普通のシ婦フとして馴染んでいた いいですか普通の主婦として普通の一般国民の主婦としてすでにもう馴染んでおりましただからもう SP もいませんってことなんですよね。えー、まあそういったようなことで当時の記事,記事の内容としては当時はね M 子さんはまだ内親王殿下でありましたので。 エムコ内親王も紗イ子さんの結婚生活を目を輝かせて聞いていたことだろう。なんちゅうことを、まあ当時のね、5年前の記事では書いております。まあいずれにしてもちょっと今回の、ね、このエムコさんの話は置いといた、置いといたとしてもですね、やっぱりね、こういったのはなんかね、私好きなんですよね。本当にね、特に私は皆さんご存知の通り、なんかね、ずっと海外にいてですね、まあ先日ちょっと日本帰りましたけどね、またちょっとね、日本帰る予定でいます。 えっとね、来月、頭ぐらいにね、ちょっとね、帰る予定いるんですけど、えー、なんかね、その、家族、ともともですね、やっぱりね、なんだかんだ言ってね、生活の、えー、やっぱり中心はね、家族ですよね。えー、私はやっぱり、まあ、特にね、私なんか特に一人娘で、あの、もう父は他界をいたしましてですね、まあ、高齢の母と、えー、まあ、兄弟ではね、実際に妹がいるんですけども、やっぱりね、 そういうふうに今言いましたように母がいてですね母がまだ健在で一人妹がいてですねで私の家内と一人娘で私以外はまあ非常に身近なね身近な親族家族としては私以外は全てねあの女性なんですなのでねやっぱり私やっぱ男なんでねやっぱりそういった面で言うとやっぱこういった海外で生活をしておりますけどもやっぱり一旦そういった形で帰るとね えー、そういった形でやっぱりね責任がいろいろあるなとかねそういったのことをつくつく感じますしそういった点でいうとこの黒田良樹さんね非常にねもうね、えー、もうピタッとですね、えー、そのご自分がね生活の中で何をやるかということもまあご理解した。 中でで朝芽さやさんとお幸せに生活をされてるというのがこういったねほのぼのとしたねなんかこういったね描写を見るだけで分かっちゃうみたいなねそんな感じなんですよね、まあ、だからねなんでこんな話してるかってまあ皆さんもうおそらく想像できると思いますけれどもなんでねあいつら相手相手,相手言っちゃうけどあいつら <laughs> なんであいつらねそんなねあのエム子さんが あの結婚会見で言ったように KK 息子にねとにかく早く、えー、海外拠点を作ってほしいだから、えー、そのフォーダム大学に行ってもらったんですよみたいなことを言ってましたけどなんんででで海外にそこまでこまだわるんですか、ね、今今回ねまあ今回はその黒田ご夫妻のお話ではありますけれどもしっかりと一般国民として えーまあ、地に着いた生活をされてますよね。しかもね、お幸せなね、お母様と一緒にお幸せな生活をされてますよっていうような、この5年前のね、病床だったわけですよね。なんでそういうような生活ができないんですか十分幸せじゃないのっていう感じがしますけどね。どうなんでしょうね。もう本当に、まあ個人のお気持ちだから分かりませんけども、私なんかはね、えー、さっき言いましたように、私の周りはみんな女性4人なんですよね、家族がね。 だからやっぱり先日もそうで、まあ、今度帰る時もそうだと思うんですけどもやっぱりね会うとなんかすごく嬉しいしねやっぱり、ねやっぱまあ、特に娘は一人娘なんでね。 あの、まあ、娘からはね、まあ、パパは別にいいのよ、みたいなね、帰って方がていいんじゃないとか言われてますけど。<laughs> 言われてるけど、えー、バカ親、バカ親のですね、えー、としてはですね、やっぱりね、一人娘の顔を見るとね、ここら辺がね、心んできちゃうみたいなね、<laughs> そんな感じなもんですから、<laughs> まあ、あの、皆さんもそうじゃないですか <laughs> っていう感じだと思うんですけどね。いずれにしてもね、まあ、ああのー、 ちょっとね、えー、まあサムネイルにも書いてる、これが本当に元皇族の方としての本当に理想的なね、生活かどうか、それは別にわかりません。でもやっぱり、一番大事なのはご本人がお幸せに生活をされてるというようなことがね、一番大事なことであって、えー、どう考えても今現在ね、その漂流しちゃってるようなね、ニューヨークのね、えー、夫妻に比べればというような、まあ比べちゃ、比べること自体おかしいんですけどね、という気がします。 まあ私のこのチャンネル、やっぱり女性の方が非常にご視聴者で多いんで、まあこういう話をするとですね、皆さんのそれぞれのご意見がね、またいっぱい出てくるんじゃないかなと思います。特にね、あの、ニューヨークのね、トンズラ組に関してね、やっぱりこういうようなね、まあ、今回はサヤさんの話ですけどもね、黒田ご夫妻の話ですけども、比較するのも失礼だけど、でもやっぱりね、どうしても比較ね、しちゃうんですよね。 まあ、そういったような中でね、えー、どういうのように思われるでしょうかっていうことでした。はい。今回もね、ご視聴ありがとうございました。それではね、皆さん、日曜日です。お楽しみに。それではまた次の動画を。バイバイ。